久保さん、今回学ぶにしましまょょうか。まあ、ちょっとね、今メルマが、まあキャンペーンしてるんでメルマ側ちょっと書いてたんですけど、まあ、単純に、まあ、僕今商品売ってるんで、まあ、参考書買うじゃないですか、まあ、それはメルマガに書いてたんですけど参考書買う参考書見てちゃんと勉強する、えーまあ、ステップ1参考書を買う,うステップ1参考書を買うステップ2ちゃんと勉強するステップ3、えー、ちゃんと実践する。 で、この3ステップをやってね、高校受験の合格率が下がりますかって書いたんですけど <laughs> う、合格する確率どんどん下がります参考書を買って勉強して実践して。<laughs> まあ多分下がんないと思うんですよね。<laughs> だつまり、うん、まあ上がる、上がる、上がるよねってとは言いたいんですけど、下がらないじゃないですか。でもみんな下がることやってますよね。だって、 記憶力とか体力とかもどんどん下がってるわけじゃないですか。だからなんかトレーニングしないとどんどん落ちていきますよね。でもみんな勉強してないですよ。やらないし。下がってますよね。そう。まああなたがどんどん脳が活性化されて若返る。歳を取れば取るほど体力が筋肉がムキムキになるとかね。まあ逆を言ってるんだったら別ですけど、僕たちはあの退化していってるので、死に向かってね。 だからトレーニングしないといけないんですよ。脳も使わなかったら使えなくなるしね。だから僕が好きなそのドラえもんの映画の中で、これよく話すんですけど、未来人がね、来てね、未来人が UFO に乗ってるんですよ。一人 UFO みたいな。歩かないですよ。全く,く歩かないですね。で、ちっちゃい UFO 円盤に乗って移動するんですけど、のび太くんがね、その未来人を見てね、なんで君は、まあ、ずっと UFO 乗ってんのみたいな。 で、その未来人は言うんだけども未来人っていうのはこういう便利な乗り物が出て歩かなくなったから退化して歩けなくなっちゃったんだよって言ってのび太くんが「へえんか便利になるのもあれだね」みたいなこと言ってたんですけどそう。 だからまああの前の話でもその検索したら何でも出てくるっていう世の中になってますし最近だと Google が勝手にあなたに押すあなたがよく検索する傾向 Google アプリかな Google アプリとかだとあなたがこういうこと興味あるよねっていう AI が勝手にあなたに興味あるのを検索しなくても出してくるっていうねだからもうなんだろうな検索することもないみたいな。 自分が意図してる情報がピッて出てくるようになってるわけですよ。まあ、どんどんその精度はね、高くなってくると思いますしね、今後。ってなると、検索すらしない。<laughs> もはや。<laughs> なんか、いつも見てるウェブとか、いつも見てるアプリからの情報が抜き取られて、そこにあなたにマッチングするような広告、あなたにマッチングするような、えー、ウェブサイトが出てくるっていうね、もう検索いらずみたいになってくるんですよ。そうすると、どんどん思考停止するじゃないですか。 うん、だからちゃんとやっぱね今この時期だからこそやっぱ勉強しないといけないんじゃないか脳を使っていかないといけないんじゃないかなと思いますねうんもうだからもう弱体化ですよね多分文明が発達すればするほどどんどん弱体化するんじゃないかなと思いますね うん、だからこそ、まあ、ある程度トレーニングしないといけないかなと思うんですけど、まあ、この億万長者合宿はね、ほんといいトレーニングになってますね、僕も。ありがたいことで。まあ、このやりとりできるの、このトレーニングをね、2人でできるのは、久保さんぐらいしかいないので、<laughs> まあまあ、間違いなくね、あのー、人よりね、人より会話してるので、脳使ってるしね、うん、まあ、ありがたいですね。あのー、ボケ防止ですね、ボケ防止。